sur PC en 1080 60 FPS, ouais. Donc là, tout de suite, commencer ce let's play avec une nouvelle partie. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce qu'on est 8. Alors, un pseudo, ouais, pseudo basique.全ての存在は滅びるように応答してください。こちらトゥービー。前期無事に清掃圏を突破。自動航行システムに問題なし。こちら、オペレーター6を。前期反応確認しました。現在、対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。12H、ロスト。 マニュアルモード起動。目視で回避。すでに起動。移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11Bロスト、装備。HO229のキャンセラー効果なし。
ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2B さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。Thank you.
何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。扉の解除不可能。本エリアの敵が妨害電波を出してる。めんどくさい。何か？僕たちスキャナータイプは単独での現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことが禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました。トゥービー。
は昔人類の兵器工場だったらしいですよ。今ではすっかり機械生命体だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
積。このエレベーターはプロテクトされているため使用不可能。防弾タイプの敵を確認。近接攻撃を推奨。分かってる。一通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは？ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか、動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが、移動してみましょうか。しかし、司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。いや、どうかな。
あれは目標超大型兵器発見。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。9S のブラックボックス反応検知。通信応答なし。救助する。Thank you.
司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。修復する。ボット、止血シェルとロンリーウイルスワクチン。それと。非推奨。当該 9S のバイタル低下は、この場での応急処置。うるさい！いいから出して！トゥービー、言って。黙って！僕たちは、兵士です。その戦い。誇りを。装備 HO-229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。Yeah!
すごく強引な戦い方ですね。トゥービーは本部に救援要請を。いや、その必要はないみたいです。なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを。分かった。神聖ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。潜水を許可します。トゥービー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。Nous allons vous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était le prochain épisode HD. Passez une bonne journée, bonne soirée. Et vive les vidéos.